はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2022年の1月の23日ということで、まあ1、2、3とね、揃うような、日でございますね。で、今日はちょっと駅に行くのが遅くなりまして、ちょっとね遅い時間の列車に行っていきます。 ETT の0番台がですね、この羽田行き2番線ここからねスタートするね、珍しいというかね、休日ダイヤ限定のねこの光景でございますね。しかも 2T10 番台を取っておりますので、ね、3月のいずれ見れなくなるような感じだと思っております。さあ、近鉄右側ね、19の4両編成ですね。朝のね、19の4両編成、最大5両編成ですけどね、だいたい日中は2両か3両で走っております。さあ、なかなかあの光が足らなくてちょっとね、見ることがちょっとわからない、この富山行き飛騨7号は3号車がちょっとわかりません。あとわかりましたね、だいたい、1102が多分ね連結するんじゃないかなと思いますね。8号車はですね、あと飛騨5号、飛騨古川行き増結ですね、1両増結。向こう側のね85系ちょっとわかりませんでしたね、結構ね止まっておりますね。はい、それで名古屋駅到着でございます。はい、これはね飛騨3号がね、来るやつですね。ユニバースへお待たせしました。8時5分発特急南紀1号紀伊勝浦行きが発車となります。名古屋では卒業は桑名に停車です。はい、もうだいぶねちょっとね発車時間まで、ギリギリ到着の列車に乗ってきました。12番線8時5分発さあ、そのところでね、なんかもう2両編成では今回は助かったなというところもちょっとありますけれども、これを取ってまたいつもの通り先ほどねちょっと出発準備をしていた飛騨3号あれを取っていきたいと思います。さあ、なかなかね天気に恵まれないとちょっとね番号とかね分かりにくいところありますけれども、まあねなんとか見れるところをちょっと見ていきたいと思います。さあ、続いて飛騨3号ですね。飛騨3号増結はしておりません。この日の増結は、ちょっと待ってくださいね。そして1号がまた6両編成ですね。3号は7両5号が5両ですね。で、あと9号も増結なしですね。今回は1号と5号ですか、これの増結ということでございます。かなり飛騨号もねいろんな形の増結でね、変化しているような感じでございますね。はい、これ飛騨3号富山行きになるね編成でございます。はい、このここまでが高山編成ですね。1103というのがねついております。さあ、左側にはですね8時18分発普通列車亀山行きになるものが入っております。4両固定編成 B2 番から B6 でどれかけていくかなというところですね。はい、続いてこちら富山編成でございますね。富山編成でございます。さあ、これはですね確か、違うかな、金曜日の日のね飛騨13号の富山編成と同じねものがついておりますね。1130303、そこまでは目視の確認をしております。こちらはですね、3ではないなと思っておりましたが、まあ、4か5かなと思ってたから、まあね、オーバーがついてたということですね。はい、それで帰りの名古屋車両空でございますね。快速名1号これは B1 編成ですので、ね、方向膜がついている編成でございます。さあ、先ほど朝は飛騨7号ちょっと違うところにいましたが、もう定位置に戻っております。ただ11がちょっと邪魔をしたんですが、なんとか
1号車と2号車見ることができました。8号車もっとはっきり見たかったんですが、ちょっと難しかったですね。日田5号の編成でございます。キロハ84、組み替えが行われているような感じでございますね。前と比較するとそんな感じでございます。さあ、動画終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、明日も撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。皆様のご協力